初めは戸惑った部分とかできるのかなって思いましたけど、なんかやっていく中でみんなでいろいろ話し合いながらできた部分がですね、それは本当にコロナきっかけでなんかお店が買われたっていうのはすごい鎌屋としては良かった。やっぱり料理人って結構そのメニュー名があって、そこから食材を仕入れて料理にしていく人が多いんですけど、そうじゃなくって食材から料理を作っていく方なんで、新鮮なものがすぐそこにあるから、その食材をもっとシンプルに調理した方がいいんじゃないかっていうアドバイスがあったんですよね。その時の旬の野菜、つなぐとして出せる野菜を連絡をしてて、でその2日後ぐらいに、こういった形で注文書がいつも来てます。つなぐとしても、補助に少しダブついてるような野菜とかを使ってほしいっていうような連絡をしてて、でモグもそれに合わせてすごくフレキシブルにメニューをこう選択してくれて、ありがたいというか助かってる部分があります。亀屋があることで、日報とかで、今回のこう刃物の野菜が美味しかったよとか、何かが美味しかったよっていうような、お客さん、エンドユーザーの声が直接やっぱ聞けるっていうのは、すごくそれが活力になるっていうのがあるので、嬉しいですね、そういう場があるっていうのは。今日はこさがよくあって、取れんわ。この手の方でも看板の。あ、全然大丈夫です。これ取っていこうか。いいな。で、そのタンドリーチキンの付け合わせに、トマトさんのほうれん草をバター炒めして、作っ
け合わせと、あとは、里山さんの菊芋をスライスしてチップスにして一皿にします。あ、菊芋な。お野菜観察してくれてた人。はい。あー、できた。もう一回。これもな。いやお野菜を届けたので、そのお野菜の代金ってわかる？お金ね。それをもらいます。大切に育てたお野菜いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。仕事も頑張って、で、美味しいもの食べたらもっと頑張ろうとかなったりするんですよ、私自身。なんかそれって大きいなと思って、なんかそれを浜屋でできてるっていうことも嬉しいし、今後もなんか取り組めることはやっていきたいなと思って、
きます。はい、スタート。